フレゼリクスハウンの位置フレゼリクスハウン市の位置17世紀に建造された火薬庫フレゼリクスハウンはデンマークユトランド半島北部に位置する港町。フレゼリクスハウンとは直訳するとフレゼリクの港。人口は2020年現在23,124人。デンマークの地方行政区画としては北ユーラン地域のフレゼリクスハウン市に属する町となる。 大型客船が入ることができる港からは、定期フェリーが、スウェーデンのエーテボリ、ノルウェーのオスロラルビク、そして近くのリゾートジマレス島などに出ている。なお、エーテボリまでは通常フェリーで3時間半、高速フェリーで2時間。1959年に、日本の和歌山県沖で遭難した日本漁船の船員を救出しようとして自らも推進した貨物会社。 AP モラーマースクのクヌスセン機関長を立てつる慰霊碑が郊外のバングスボー博物館に建立され2007年8月には和歌山県から市民など関係者が訪れジャパンフェスティバルも開かれたコッペンハーゲンからは DSB デンマーク国鉄で6時間ユトランド半島北部地域の中心都市オールボートは車で40分 DSB デンマーク国鉄では1時間10分で行ける また私鉄でデンマーク最北の町、スケーエンにも行ける。港の一部はデンマーク海軍の基地になっている。ありがとうございます。